時間になりましたので、ライオンのガイド、始めさせていただきます。まずはですね、当園のライオンの紹介からしたいと思います。オスが1頭、メスが1頭いるんですけれど、奥にいるオスですね、ハヤテ、19歳になります。で、今あの口でこっちを見ているメスのライオン、オト、18歳です。ライオンはですね、19歳、18歳というと、もうね、結構おじいちゃん、おばあちゃんの年齢になります。今まで日本で一番長く飼われていたライオンで、長く生きたのが24歳っていうのがいるんですけれど、で今はですね、京都の動物園の、オスのライオンが今23歳を超えていて、その24歳に迫るかどうかっていう感じですね。おじいちゃん、おばあちゃんのライオンです。よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初にちょっとねこれをねあげてみたいと思います。これはあの麻袋にあの牧草がね入ってます。こういうのねあげると意外とあのメスの音は喜んで敷地でここね距離が7メートルあるので最悪ねあの下に落ちちゃったらごめんなさい私は落ちないようにしますけど朝袋まで届くかどうかなんですね。結構あのライオンっていうのは猫科の動物の中では一番顎が強くてですね、顔も猫科の動物だと一番大きいです。で今ちょっと持ってきましたけど多分まだこの後餌が来るんじゃないかと思ってまだこっちに注目してますけど遊ぶとねこんな感じになっちゃいます。もうねこんな感じでねあのボロボロに鋭い歯と力強い顎首でこんなボロボロにねしちゃうんですね。で今は餌がもらえると思ってるので遊ばないですけど多分あれ置いとくとねこんな感じになります。ちょっと舌が出てますねお父ちゃん。で1歳しか違わないんですけれどオスのハヤテもうね結構ねヨボヨボのおじいちゃんって感じなんですね。餌をあげるとメスのオスは走っていくんですけどハヤテは自分の近くに来たやつしか狙わないです。オスが取っちゃいますからね。はい、で動物園の餌ですね、メインは馬肉馬の肉をあげていてあとはこういう胸肉、鶏の胸肉ですね。スーパーでよく見るやつです。ちょっと馬肉よりもヘルシーなお肉。あとは、骨付きですね。中華料理とかでよく見るこういう鶏。これはね内臓が抜いてあるやつですね。内臓を取って羽が取ってある鶏。こういうのもあげます。じゃあ早速やってみますね。一応この丸ごとの鶏には準備しているので、うまいこと音と早手にあげたいと思います。食べるねあのところよく見ておいてくださいね。これ骨付きを食べるところよく見ていてください。まあよく見ていてくださいって言ってもこっちを向いてくれないとね困るんですけど。じゃあひとまず音の方に最初あげます。次ハヤテにあげます。よいしょ。ちょっと隠れちゃいますね音が。ちょっとあの始め方見にくいんですけど硬いものを食べるときにはちょっとボリボリ聞こえますか。顔をねちょっと斜めにして奥歯で噛むんですけれどボリボリ聞こえますか。
顔をちょっと斜めにして噛んでるんですけれど、これも理由があってですね、人間の顎とか、あと草食動物の顎は、上下に開くほかにも左右に動かすことができます。かえって動きますか、皆さん、顎を横に動きますね。草食動物も、上下のほかに左右に動いて草をすりつぶしたりするんですけれど、かえってやかに動きます。だけどライオンの顎はですね、上下にしか、開きません。そういうね、作りになってます。でこれなんでかっていうと、まあ、すごくね、頑丈な作りになっていて上下にしか動かないんですけど、ライオンがですね、獲物を捕まえるときっていうのは、例えば、シマウマを捕まえたときに喉元にガムッと噛みつくんですね。窒息させます。その時にもちろん自分よりもライオン、体重がだいたい150キロから250キロぐらいの間なんですけど、シマウマなんかでもっと体重あります。で自分よりも大きい獲物を襲った時にもちろん相手は抵抗するので喉元に噛みついても暴れるんですね。その時に、やわな作りの顎だと顎外れちゃうんですね。なので顎ね、その時も外れないように頑丈な作りになっているので、上下にしか動かない、そんな、ね、作りになってます。はい、あっという間ですね、食べてもね。で今の鶏ぐらいだったら骨までバリバリいっちゃうんですけど、大きな獲物、太い骨っていうのはやっぱ残します。どうしてもそういうのはあとハイエナが掃除してくれますね。猫科ではライオン、顎の力一番なんですけど、やっぱハイエナの方がね、もっと強いです。骨まで、太い骨までバリバリ噛みちゃいますね。ちょっと応援のカメラとかビデオカメラの方、音の顔をアップしていただくと分かるんですけど、ちょっとね、目にね、注目していただくと、ちょっとね、見えないお客様、後でね、このね、紹介の看板の写真見てください、アップです。ライオンはネコ科の動物なんですけど、ネコ科の動物の目のイメージっていうのは、この瞳孔がね、細長くなる猫目、わかりますかね。明るいところだと瞳孔がね、黒目が細長くなります、縦長だけど、大型のネコ科の動物っていうのは明るいところでも瞳孔が丸のままね、ちっちゃくなる、そういうね、違いがあります。これはね、大きな猫の動物、ちっちゃな猫の動物で分かれていて、確かピューマとかそのぐらいのサイズが境になったと。ピューマの大きい猫科は瞳孔が、丸のままちっちゃくなる。目の性能としては、瞳孔が細長くなる方が目の精度は高いですね、小型の猫科です。で今度ね、胸肉投げてみます。ゼロイです、ゼロイ。このぐらいの肉だったらもう丸飲みですね、ライオン。ちなみにですね、皆さんのライオンのイメージ、結構ね、オスのライオン、結構ちょっとライオンに詳しい方だと、オスのライオンはあまり働かないという怠け者のね、イメージがある方もあると思うんですけれど、ライオン野生では、群れで生活をしています。群れで、ネコ科の動物だとライオンだけですね、群れで生活。あとのネコ科は、みんなね、一頭で生活するのが普通です。で、群れのライオンはですね、獲物を取りに行くのはメスの仕事です。群れの中には、リーダーのオスと、リーダーというか一番強いオス、群れを率いているオスがいて、あとね、ちょっと若いオスがいたりするんですけど、あとはメスだけで構成されています。なのでメスがね、複数頭で力を合わせて獲物を捕まえるんですけれど、その持って帰ってきた獲物というのは、一番最初に口をつけるのはその群れで待っていたオスですね。オスが最初に肉を頂戴してから
残ったのメスとかあとはちっちゃいライオンですね、子供のライオンに、分け与えられます。で、なんでかっていうと、オスにもね大事な仕事がありまして、オスの一番の仕事というのは他のオスから自分の群れを守ることですね。で、はぐれのオスっていうのがライオン結構いまして、どうしても自分の群れを持ちたいって思っているライオン多いですね。そういう若いやつがいつ群れを襲いに来るかわからないです。なのでそういうオスから自分の群れを守るっていうのがオスの役目。結構ねオスがやり合うとどっちかがもうすごい大怪我しちゃったり、下手したらね死んじゃうっていうようなねぐらい争います。なのでそういう時に、体力を取っとくっていうのが普段の生活なので、普段はあんまり働かずに餌もねお腹いっぱいになるまでもらえます。そんなね違いがあります。じゃあ次ですね、鶏の頭になりますかね。音も気づいてますけど食べないです。やっぱりねあの好き嫌いがありまして、好物と好物じゃないの。でもガイドが終わってね私がここから離れると食べ方なのでそんなに食べるかって感じで残しはしないんですけれど、一番の大好物ではないですね。一番の大好物はやっぱり馬肉、鶏肉、あとはさっきの鶏の中抜き、そこら辺はね結構あの均等に好きですね。鶏の頭に関してはあんまり好きじゃない。でもあの普段あげてる馬肉とかさっきの胸肉っていうのは骨がないですよね。でさっきの頭とかあと中抜きですね、鶏丸ごとというのは骨があります。でカルシウムを与えるっていう意味でもあげるんですけれど、こういうね顎の強い動物っていうのはバリバリ噛むっていうのもあの精神的な欲求を満たすっていうのもあるので、そういう理由でもねあの硬いやつあげたりもします。でちなみにですねオスのハヤテすごくねあの、まあ、私に担当だからっていうわけじゃないんですけど、あのすごくねハンサムな顔をしてるんですね。可愛い顔してます。で19歳なんですけれど、これねあの野生だとありえないですね、まあ、年齢もそうなんですけれど19歳でねもし生きてた野生のライオンがいたとしたらオスでこんなにね綺麗な顔してるやつはいません。でやっぱね野生だと争い事が多いので、群れで暮らしてるライオンとか複数頭で飼ってるライオンっていうのはこの唇口角がねデローンと下に下がってきます。あの大型犬みたいな感じセントバーナードすごくねあのいかつい感じの顔になってくるんですけど、富士サファリのねライオンの担当者がここに来て言ってましたよ。このハヤテを見て顔だけ見たら3歳とか4歳のね若いオスみたいな、そのぐらいねあの複数で飼ってるところとこうやってオスメスだけで飼ってるところのライオンの顔変わってきますね。はやて、あとですね、ちなみにあのうちのライオンのはやて顔はね、すごくかっこいいんですけど、もし、ハヤテが野生でいたら、モテるかモテないか、どっちだと思いますか？モテるライオンかモテないライオンか。モテる？モテない？モテない？って今言われてるのは、オスのライオン、モテるライオンというのは、たてがみが黒いやつ、毛が多くてたてがみの黒いやつっていうのがねあの野生だとモテるみたいです。でそれも結構争い事とかで勝った時っていうかホルモンがあのこの毛を黒くするっていうホルモンを出すみたいなんですね。そうやって自信を持ってきたライオンっていうのがたてがみが黒くなってくるみたいなので、やっぱあのどの動物もそうですけど強い遺伝子を残そうと思うのでメスもそういうオスを選ぶんですよ。
くね、ここのライオンを見てると穏やかですけどね、若ければもっと違いますよ、もっとガツガツしてもらえたら。もう颯に関してはもう餌は音に譲っちゃうぐらいの性格です。音が、ね、横取りすることもあります。毛がね、真ん中バリカンで刈られてます、こういう野生の動物も飼っているとやっぱ健康管理っていうのはするんですけど、やっぱ健康チェックするのは採血、血をね見るのがね一番早いですね。でもやっぱり一緒の空間には入れない動物ですね。で本当に血を抜きたいと思ったら麻酔をかけるしかないんですけど、全身麻酔っていうのもかなりの負担があります。しかも年取ってきた個体だと麻酔でね死んじゃうこともあります。でじゃあどうするかっていうと、ここのライオンではメスのオトちゃんしか成功はしてないんですけど、ちょっとね細いケージに誘導して前で一人餌を与えますオトに。その間にねもう一人がね檻の中に棒を突っ込んで尻尾をねフックみたいなので引っ掛けて檻の外に尻尾出してそれ持ってますね。そこを獣医さんがプスッとこう注射して血を抜いてくれるんですけど、そのためにちょっとね毛で毛バリカンで飼ってます。もちろんねどんどん伸びてくるので定期的にバリカンで飼うんですけど、もしねそのどうやってやってるのか見たい方はね YouTube にアップしてますので、ね、見てください。ノーホイパークのホームページに YouTube の欄があって、そこにいろんな動物の動画上がってますのでね、そこで実際どうやってるか見れます。気になる方はね見てみてください。はい、じゃあそろそろ大好きな服もなくなってきました。よいしょ。あれもう飽きちゃったのかな。ちょっと今日寒いのでねお湯でねちょっとぬるくしてありますね。珍しいですね。おっと穴かになっちゃいました。はい、ではですね、ちょうど今お肉もなくなりましたので、これでライオンのガイド、おしまいにしたいと思います。もしですね、私まだここに少しだけいますので聞きたいことなんかありましたら、この後残って、聞いてください。ありがとうございました。ちなみにここの溝はね5メートルあってね、深さが幅がね7メートル。若い頃はじゃれ合ってて落っこちたこともあるんですけど、あそこの端っこの階段をね登ってきますね。この造りっていうのは今は古いですけど、動物園が始まって昔はライオンみたいな猛獣っていうのは檻の中で見るのが一般的で、それだとあまり狭いしちょっと見た目も悪いなっていうので、こういうちょっと開放的な作りっていうのが流行った時があるんで、柵がすぐ近くにないっていうことで、ちょっと開放的な溝で人とねライオンを放して、でもこれだとちょっと開放的なんですけど、こうコンクリートの作り であとはちょっと遠いっていうのが欠点で、今はガラスの強度とか曲がってますので、ガラス張りで近くまでライオンが来るような注射っていうのが主流ですけどね、これはもう本当40年ちょっと前の注射の作りですね。今後はねなくなっていく作りです。
こう望遠の、ね、方とかは写真が写しやすくていいって言うんですけどね、なんてやっぱ距離が遠いです。あとコンクリートで冷たいっていうのがね、わらわしいてますけどね。